ハロー、こんにちは。BC スウェル BC ワイルドリフト部門 ADC 担当のビビられること宮ちょっと。サポート担当のレックスとコーチの朝倉です。はい、コンズ2022USG 対 STM のですね、2戦目ということでですね、1戦目はね、惜しくも ESG 敗れてしまいましたけれども、もうやっぱ修正力にはね、やっぱ定評がありますから。そうですね。先ほどのね、ちょっと部分をどう改善してきたかというところで見ていきたいと思います。はい、思います。お願いします。はい。で、あれですね、1戦目 ESG が負けちゃったので、ホームの選択権というかは ESG にあるかなと思うんですけれども、ブルーサイド取りましたね。結構レッドサイド選ぶチームが多いから珍しい気がす確る。かに。ここ2ピックがね、結構強いですよね。というところで、バンピックは、先ほどと変わった点は、まあ、髪色が嫌で USG がバンしてるっていうところかな、やっぱり。そうですね、やっぱね、さっき STM 側の髪色のパフォーマンスがめちゃめちゃ良かったですからね。よかったね。もう後半、後より髪入れ入ってきて、大変なことになってたね、1戦目は。やっぱUSG もね、高校じゃない、このセカンドバンフェーズで髪色バンするっていうのは結構多かったんですけど、ここはもうちょっと STM がすぐ取ってくるというところで、髪色バンしていったというところですね。で、STM のリーシーンも、序盤めちゃめちゃ試合テンポ作れてたわけじゃないっていうのが、マイさんの得意ピックであるっていうところで、カデックスを取るからこそ、リーシーンもバンしたって感じですかね。序盤強いジャングラーにちょっと弱いもんね、カジックスは。そうですね。で、カジックスが取りたかったので取っていって、で、ESG ファーストピックはジグスですね。他の試合とか見てると、割とジグスのパフォーマンスがいいというか、評価がどんどん上がってきてるよね、結局ジグス。やっぱダメージが出る、シンプルに。で、メガインフェルノボムでね、こうミッドに入った時にサイドにこうウェーブを処理できるっていうのも、やっぱジグスの強みですから、このピックはいいんじゃないでしょうか。今回1試合目バンされてたウーコンが取れたね。そうですね。2ピック目でしたっけ？セカンドフェーズでしたっけ？セカンドかな？セカンドバンフェーズでバンされてたね。で、やっぱそこでやっぱ取りたかったんですね、ウーコンを。というところで取っていたと。結構、ESG はトップウーコンの評価が高いですね。高いですね。アイコンズのピック順見ると、結構ウーコンとカミールは上位に入る形だから、かなり評価が高いね。で、STM は3ピック目で新自動を取ったと。この新自動もね、ちょっとね、罠ピックみたいなところもありますよね、正直。ちょっと運用方法をチームああ、なる単位ほど。で考えないと、ただ選べば強いっていうキャラじゃなさそうだよね、やっぱり。そうですね。やっぱキャッチだったりとか、やっぱその集団戦でうまく活躍するためのね、あれが結構難しいかなと。とで、バ思ン、うと、結構ルシアンとかジェイスとか選ぶような時に信じど焦るのあんまり強くないかもしれないね。ピックが確定しますしね、すぐ。だし、そうですね。で、セカンドバンは、もうミッドシンジドっていうのの見えてるかなというところで、コンボピックの波と、で、あとカジックスだったりのエンゲージと合わせる強い、アセット強い支援がバンされて、STM は、カーズの得意ピックだったりもある、ガリオとラカンをバンしていったってところですか。で、ウラガス、セトウと、アクションでーすと。アクションでーす。結構珍しいです珍ね。しいっすねー。やっぱね、タツキはね、こうアクションが得意ですからね。っていうところと、あと、サイドに出ることができる。ハルブレイカだと思って、サイドに出つつも、ルシアンとかでハルブレイブラックリとか言ったよりダメージが出ますから、アクションの方が。っていうところで、ね、こう、いいピックじゃないかなと。でもこのピックはどうなるかっていうのはちょっと見ていきたいですね。そうそうだね。あでと、明かりも結構珍しいかもしれないよね。あすね。そうんですね、まりト見ップないあよたね。り。あんまり見ないですね。で、あと、めちゃめちゃ活躍してるっていうのも、なかなか見る機会は少ないかなと。やっぱトップサイドで作ることが多いですから、やっぱ全チーム。なった時に、こう CC だったりとか、やっぱだいぶしにくい、明かりは。
まあ、だいぶされにくいっていうのもあると思うんですけど、まあ、だいぶしにくさもあると思うんで、なかなか明かりは取られないかなと。確かにトップって言えば、やっぱり今強いって言われてるレネクトンとかもね、今の試合版もピックもされてなかったからね、うん、そうですね、うん、確かにレネクトンのね、こう合わせてのめちゃめちゃ強力ですからね。やっぱ5レベルになったタイミングで攻め込んでいかにフラッシュスタンっていうのもね、何回も見たことあると思いますけど、いや本当に。であと USG としてはね、こうカジックスのこうスケール力に対して、ジャックスで対応してるっていうところで、お互いねこうスケールはいいかなと、うん、いうところが見えますね。最初これミッドで集まって USG1 ウェブン押してるね、みんなで、みんなで押すやつだね、みんなで押すやつですね。まあみんなで押してね、こう下でこれもまたみんなで押すことによってですね、全員2レベルになりますから、うん、なかなか、まあ、しかもグラガスとルシアなんてね結構強いですからね序盤、うん、確かに。でここで2レベル先行できると、おしかもイグナイト早いですね、イグナイトハラスだね。まあ枠たびに使えばね、試合時間で見ればこうダメージ量は使えると一番いいと増えますから圧力をかけていったと。1ウェーブ目の、マッチアップっていうのを拒否れるよね、うん、ウェーブタイミングで。確かに南合いだったりがね、グラガスルシアンは強いので、そこをちょっといなせたのはいい始まり方じゃないでしょうか。結構本当にうまいボットレーンとかだと1ウェーブ目でダメージトレード負けて、そこからゾーニングされてっていうので、うん、試合が終わっちゃうまであり、あるもんね。そうなんですよ、よくありますからね。もうリーシュだから僕はしたくないしたくないって言ってましたから、 から、まあ、リーシュすると基本負けるからね、そう絶対負けるんで。いやいい交換、これ最初にイグナイトグラガス切ったのは生きてるんじゃないですか、これ逆に。確かにそうだね、そう今ねセットはイグナイトがあったからルシアに対して大ダメージ出しましたけど、グラガスないですから。はい、逆にあったらセットがちょっと危うかったんじゃないかと、うん、イグナイトは大切ね、適切なタイミングで、おお危ない、おー危ない、今イグゾーストなかったら、よいしょされてたら、うん、フラッシュ落とされてたね、アクション。まあ、ただね、ここちゃんとね、マイさんもこうカバーに来てたから、最悪こう飛ばされててもね、大丈夫だったかなというところで、ファイトになっても大丈夫な位置にマイさんがカバーをしてたと、うん、でこのヘルスユーリはいいですね。もうこれでアクション側がまあ例の主導権っていうのは取りやすいかなと。こういったチャンピオンがちょっと似合ってるかもしれないですね。でまあでもどこで最初ムーブなんかキルを切るかっていうところで、まあそこまでないですよね、お互い。うん、なんかリーシンとかだったらね、結構きっかけ作りが分かりやすいけど、ジャックスとカジックスで、さらにカジックス側もトップレーンというバロンレーンがレネクトンとかのタンクじゃないから、アクションがあまり起こらないっていうので、 USG 的には全然ジャックスが育つからね、スケールできるし、いい展開なんじゃないでしょうか。これそうですね、序盤からテンポ握られることがないんで、このままちょっと続けれれば良いのかなと。確かに本当にでも何もトップサイドでこれ本当にアクション起きないですからね、多分、うん、すごい珍しい試合だね、ワールズいつもバロンレーンが戦場になってる。ゴルメタイミングで毎回ジャングルとサポートしてだいぶどっちかがしてるからね、本当にこう明かり側はね、この2スキルの黄昏の帳を落とさない限りはだいぶできないし、向こう側も旋風エンブルのカウンターでワンチャンキルまで持っていけるんで、なかなか起きなさそうだ。まあ、起きるとしたらあれですかね、まあボットサイドですかね、まあ、瀬戸もグラガスもエンゲージ強力だからね、まあ、っていうところでやっぱこうミッドをしてね、こうミッドと一緒にサイドに行くっていう動きされた、怖い色スイング、ナイスウォー、いいね。序盤からアクションの圧力が出てるね、うん、やっぱ序盤アクションね連戦強いですから、うん、っていう風な感じでこうミッドプッシュできるとこうサイドでも波及しやすいし、まあ、ウェーブ、ね、こう変えるタイミングっていうのもできますから、いい動きじゃないでしょうか。お互い仕掛けていくと、ただでもこの時間帯にちょっと仕掛けるとウーコンのウルトラオブジェクトで湧かないので、ちょっと
そうだね。そうですね。明かりはウルト切ってないのもあるんで、ちょっとオブジェクトは半。おお。ちょっと危なかったね。おまだリコールしてるんじゃないかっていう意味でね、うん。ギリギリだったね、しかも。うん、危ないね。っていうところで、まあオブジェクトの真珠のウルト使ってるのが一応。でもウコンのウルトの方がちょっと影響力はありそうだよね。AOE だしね。なんでちょっとこれは逆の方がいいかなと。ファイトしたくないね、ESG としては。まあジグス取れてる部分もあるから、ここをジグスを生かしてこうミッドでこう睨み合いつつができれば全然同じサイドでもっていうところで、まあ交換になるかなというところですね。結構お金ジャックス欲しいし、エラルドの方がいいんじゃないかと思ったけど、ミッドのポークを生かしてロシアが削れてるから、おーっとおーっと3対4でも仕掛ける。人数差なのにいいジグスが強い形。ここでキルが獲得できれば美味しいな。いや、いっぱいナイスこれ。ミッドいけるんじゃないか。めちゃめちゃいいやん。いい、めっちゃいい仕掛けだね。まあドラゴンは、まあ、ジャングラーがいなかったから取られちゃったけど、ね、全然狙いますよ。ちゃんとミッドのねジグスのポーク生かしてちゃんと仕掛ける判断してキルも取れてるのはすごいいいね。そうですね、 3,4 で1枚落として、しかもこれまあ3対4だったんでね、レーンは2本あるというところで相手守らないといけないところは、うん、これで2本とも削れたかなと。これジグスのパッシブでいつでも折れるというぐらい射程圏内入ってるよね。いやアグレッシブいいっすよ。ただこれはおおアクション強い。おおヒーロースイング。いや、お見合い制しましたね。はい、危ない危ない危ない危なかったね。うまくうまくかわしました。そうね、ここからのやっぱファーストタレット取れてないタイミング、やっぱここでファーストは取りたいですからね。いや、さっきのドレイク周りの集団ジグスとかラックスとかの評価がワールドで高いのってああいうところだよね。後入りでいい形になった時にそうですね、うん、かなり強いオブジェクトファイト。いいですね。こうジグスが後ろからで相手ももうこれドラゴン取り切りたいっていう部分もあるけど、まあ、ヘルス的にこれどうなんだってなってこうチーム的にエンゲージするのかドラゴン取り切るのかみたいなので、うんうんうん、そのチーム内でこう分散しちゃったり意見が中断戦というのは勝てないですからね、うん、そこをうまくついていきましたね、ESG は。カウンターの構えですか。これタツキで釣ってカジックス入ってきたところ、スクイーンだけは避けたいが、ここでヒーロースイングが残っているはずだ。おー、でももうマイがもうカバーでもうぐるん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 来たら行ったんでぐらいの今感じ。来たら勝て出そうだったね。うん、そうっすね。勝ってますね、多分。気をつけたら3つですが、まあジグスなので上部処理できそうですね。そうですね。あとは強引なエンゲージだけ警戒していきたいです。はい、ちょっと迷っ、まあ、やっぱでもこのファーストのミッドはちょっと降りたいっすよね、ジグスなんで。降りたいね、これ。このファースト狙えたらもう本当に相手こうオブジェクトのセットアップっていうのが結構しにくくなるので、はい、ただいい展開ですね。ちょっとミッドにも圧かけつついきたいっすね、USG 側。100ゴールド有利、USG が掴んでいます。その上でミッドのタワーに再び増えてしまうともう折れるようなそんな体力状況になって、まあでもミッドばっか気にしてるとアクさん側がね、うん、あ、まあそうですね、折れるっていうのもあるから。ディープストライクからの入り、ボディスラムアルポネス後ろに切りました。ちゃんと前さんもミッドに圧をかけに来たね、うん、ファームのついでに、まあ、逆に STM 側もねどうしても折られたくないからね、うん、でカバーの動きになりますからね。しかも相手のジャングルもカバーの動きすることによってこのタツキのハルブレイカーアクシャンがもうサイドで圧を出していくと。おー、タツキ打つした。あー、キャッチされてる。うー、まあそうっすよね。まあ相手としてやっぱミッド付き合いたくもないし、あでもちゃんとカウンターでこう逆サイドいけてるな。先に折れ、先に折れいいんです。でかい。いや、しかもジグスのウルトのカバー。いや、ジグスは結局これが強いのよ、やっぱり。いや、強いね、トーカー、このウェーブ取れるの。うん、ここ取られなかったのはめちゃめちゃでかいですね。本心手裏剣は分身先だ、うん、素晴らしい。それ分身だよっていう感じですね、今のは。分身だよ。千鳥コールからもちろん、いや、ターンへのアプローチが良かったね、うん、そうですね。はい、
カジックスは現在、いやーこれ守れたのも大きいな本当に、うん、お金差が徐々に徐々に、ただ先についてきてるね。ここはでもまあ注目の相手も明かりがいるんでね、ちょっと序盤でテンポ取りたいっていう部分はあると思うんですよね、明かりに関しては。ただでもタツキがもうこれはタワーはフリーで折れるからヘラルドはもういいでしょうと、うん、付き合わない判断だね。でまあね、これ逆にタツキの方に行けばミッドに最初にヘラルド出してますから、うん、ミッドも狙えるのかなと。さあ逃げ切れるか、うん、グラガス来てるね。この間にミッド降りたいね。ミッド降りたいですね。このそう、おいい、いや折れますね。いやタツキ長いこと行きますね。タツキも粘る粘る粘る。待って時間稼ぎが。さあそのままメガインフェルノもバステージ。これステージ使わせたねルシアン。いいですね。こうヘラルド取られたもののまあタワーも2本取れて、しかも。うん、まあ2本取れたのが全然いいんじゃないですか。そうだね。どうでしょうか。これドレイクのタイミングちょっと2は重ねられたくないぞ。ただでもこのドラゴンはウーコンのウルトがないから、ジグスモーカーないから。まあでもこう睨み合うだけならタダですからね。確かに。さあ睨み合いジグスのポーク強いからね。ドレイクは2つ入りました。まあさすがに。さすがにと。うん。次のドラゴンは確実に欲しいですね。そうですね。というところでファーストタワーを全部獲得していった USG。いいね。ドラゴン取られてるけど、やっぱりジャックスとか選んでるときはドラゴンよりお金が欲しいっていう構成だから。うん。というところでもう相手のジャングルとは千円差。いや、ここも。もうジグスじゃなかったらもう無理やり折られてるよね。どこに出してきますかね、ヘラルド。もうちょっと相手がセットアップしてるね。ただむしろ止めた。おごりが終わった。お、人数あるけど。ここでタツキは距離を離して、いやー、あーでもストッパー手前もセットがうますぎるかも。その間ミッドの強い。さあ二乗走者の時間も悪い。ミッドもいってるし、うわークシャン。これはうまいね。いやーゾーニャ。ゾーニャ一番うまい。でも耐えてるね。いやゾーニャが一番うまいタツキ。タツキのゾーニャが一番うまいってそれ。いや今のうまいな。いやよう、でも本当瀬戸がこう、まあ、相手結構こう集団戦ね、ちょっと間延びしてたとこをうまく1枚キャッチして、いやうまい、めちゃくちゃうまい。相手のねグルガスのねウルトちょっとミスってる感じになっちゃったしね、そこうまく後から入っていったカジックスに瀬戸がウルトで合わせてね逆に狙っていくっていう、見せてほしい。こう相手の方がセットアップ早かったけど、あしかもこれシャドウエンチャでルシアもスローか勝ってて、うん、足遅くなってたね。なるほど、寄れてなかったんですね、そのせいで、うん、で DPS 出せなくてこうバラバラに入っていったところで、ここ一回タツキがアグロ引いて後ろが入る時間を作ってるんですよこれ。いや素晴らしい。これはこれは盛り上がる日本。いやそうよ、そりゃそうよ、もう俺らだったらもう転げ回っとるよこんなもんカメラの前でね、うん、もうこうドタ打ち回りですよこんなもの。いやこれの 7K はでかすぎるかも。でかいね。いや一気にお金差ついたね。うん、 1K とか 2K だったのがもうこれは弱点。相手が待ってるね。これちょっと危ないよ、3人待ってるよ。うーん、残り完璧。あーでもミッドから味方が寄ってきてる。急げー急げー。いやウーコン硬いね。うん、いやうまい、一番うまい。あもうタワーはちょっとしかない。うー、追ってあげて。タワーもパッシブで折れて、ジグスの。いや、ナイスナイスナイス。いや、よう耐えた。いや、タツキさんも来てると。そう。いや、回ります。インヒビタータワーが欲しい USG。これはタワー欲しい。うん、いや、これ本当に、どっち飛んだ、取った、あとどっちも取ることによって、このアグロを稼ぎながら、取っていくと、これ、ドラゴンと逆サイドのタワーが一番口が高いですね。うん、
エルダドラゴンめちゃめちゃ取りやすくなります。もう相手からしたらもうエルダ行きたいけどってなるんで、この上がナイスです。いやここはそうやっぱこうよ、旋風演武とこうジャックスがやっぱ育てたのもあって全然落とされなかったですね。逆に真珠とかもうタンクしきれなくて、でここフラッシュ、あーうまい、セットうまい、やったらわかりますからあれむずいんでね結構。あとはこの間に、タツキ選手がミットをしていてハルブレイカーの場所、そう、まあ、相手としてはね結構もうラストチャンスだったかなぐらいのトラップだったけど、うまくいなして、もう安心じゃないですかこの試合は。これは安心してみる ね、脳歯茎脳歯茎、ここからは歯茎さえ出なければいけます。いや、うん、ただ油断せずドレイクまずは一つ取っていきたい。お金さんも10ケースあるからね、ドラゴンと反対側で相手はもうカジックスも真珠も育ってないと思う。集団戦のビジョンがなかなか見えにくいですね。これはやっぱり真珠とこうなるときついよね。1試合目の USG もそうっすよね、こんな感じにちょっとなってたけど、まあ、しかもこれトップも今回やっぱ明かりでタンクじゃなくてやっぱタンクが少なくて真珠が前出ないといけないで、お金持ってないと真珠から落とされちゃいますもんね。さあ半分を切ろうというところ、クラウドドレイク。バロンレーンは自動で押せるので、まあ、ミッドとこのドラゴンレーンのところを。もう怖くない、強気。いやー、ダメージが。ここさえも大丈夫だ、貴族の流儀は。オディフロック等々入れながら守っていきます。その間にただミッドプロトレット切らせたい。おっとおごりを使った。あ、でもこれは大丈夫そう、うん、いやジグスが受けてないのがでかい、リープストライク間に合ったか。ただここでリープレットついてくる。カジクスも火力出るね。2秒後にドレイク出てくる。ここでマイ選手が落ちてしまったな、まあエルダーじゃなくてよかった。これまだちょっと怖かったですね。リコル、まあ、エルダーだろう、ね、もうかすり傷みたいなもんなんで本当に。まあエルダーが強いもんね。30秒ちょっと間に合わないか。さあ本身手裏剣からの入り、さあここまた2本あるのに、いやでもジグスが不利、自動がサイドから来て、いやジグス持ってかれた時にゾーニャフラッシュで、あとルシアンが殴れてない、ルシアンがずっと壁擦ってるね。いやージグスよーゴコン、1枚倒せれば、さらに今アクションのピルでねジグス復活したね。いや完璧ですね。いやよくいったっすね。タツキ、そしてラーク、ガーディアンエンジェルは剥がされたもの。これドラゴン取れるね、 USG 側。テレポートを使って USG、バロンかな。あ、ただバロンの判断だね。バロンですね。カジックスは20秒、これどうですかキューブさん。よかった、でもちょっと今の STM 側のワンキャッチも結構綺麗だったから、うん、確かに本当にね、ここまでお金さつけれてよかったってやつ。よかったね、うん、これは終わりそうだね。ないっていうことはこれはないと判断している。確かに裏がせるルトだけ投げるだけかな。よし、これ遅くなったな風のせいでバロンスティール難しくなったね。うん、8フレームになりましたから、ね、2フレーム遅くなりました、うん、2フレームじゃないやろぐらい遅くなったけど結構体感でわかるよね。ここもうルシアンがね殴れてないんですよね。ウコンがいるのもあって、うん、ほとんどダメージ出せてない。ジンクスワンキャッチされたけど、ここのウコンの、ね、いやアクションが強いな。アクションが強いねこれ。いやアクションいいね。このキルで、そうこれ1キル入ればね全部いけたのに、これ、いや、アクションダメージ出しすぎじゃないですか、今の集団戦。めちゃめちゃ出てたね。非常にいい形での集団戦でした。いや、しかもこのビルドの時は硬いですからね。確かに。3本目のインヒビタカット、おっと思い切って入ってきた。ただ止めた。ステージセンちゃんと左からジンがやってきましたが、これも警戒できているけど何もできないね。ハルブレイカーもバロンミニオンでもうもうこれ。グラガスの森で。おお。ジグスのウルト。メガインフェルノ宇宙。あまいさんナイスインだね。前やからそのうまいさんそれ。いやフラッシュもうまい。あーウーコンが先輩エンブあーもうショートパーショートパー倍数有利は USG だ。回れ回れタツキ、あらららららら、タツキ回れ回ってる。あーディジだ、ディジナイスナイスナイス。いやただこの試合はな、は
はい、それではね、総評の方に移らせていただきたいと思います。はいはい、はい、まあ、ESG 側はですね、やっぱりあの序盤からこう圧を結構かけてて、でタワーの取り方が非常にうまかったかなと、うん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 、っていうところが一番大きくて、でそこでやっぱお金さん作ってっていうので、こう集団戦でファイトして勝ってっていうのが本当に良かったかなと、うんうん、はい、でまあやっぱジグスっていうポークキャラも取れてたんで、そこのポークも生きてたかなと思います。そうだね、で、うん、はい、そうですね。でじゃあターニングポイントの方をねちょっといきたいと思いますけれども、やっぱりあの最初のドラゴンが一番ターニングポイントだったかなと思います。はいはいはい、で移していただきます。でこう最初こうルシちゃんをねこうポークで削ってるんですよね、ジグスが、うんうん、っていうところで多分それでヘルス差が結構できてたから、こうファーストドラゴンねこう3対4で仕掛けれた。で相手はこうドラゴンやんのかっていうところでカジクスもダメージ受けつつ、でこう相手バラバラになってたところをうまくこうジグスのこうダメージフリーでダメージ出してるん で、 でカジックスとかがもうほぼノーダメージ、カジックス真珠とか、うんうん、でファーストをこうキルも取れて、相手育てたいカジックスがキル取られて、でこう上とミッドのヘラルド、 上はこうウコンが砂栗、ミッドはヘラルドで削れることによってこうファーストタワーへのアクションがすごいしやすかったかなと、うん、というのがまず第一のポイント、ターニングポイントになります。はいはい、で実はこれもう一個ね、やっぱり一番こう姉妹のね試合の決め手になった部分があるかなと思いますので、うん、そちらの方も見ていきたいと思います。はい、でねこの今見ていただいてるのがこうやっぱ試合の決め手になった部分かなと。はい、まあ、序盤のねやっぱユリもあってこう 2K ぐらい差ついてたんですけど、ここ3対4の集団戦、うん、でこう相手のフォーカスがこううまくいってないところ、この瀬戸のキャッチアップで1枚落としてっていうここですよね。このからのこのタツキのアクションのパフォーマンス、ステイシスいやステイシスね、しすぎるそのステイシスは、いやでミッドはミッドで、そうやっぱ人数差も生かして、うん、このミッドも降りつつ、下のタワーもう3キル4キルか4キルプラス2タワーでも 3K だとお金差が一気にここ 7K まで広がったんでね、このプレーは本当に良かったかなと、もうこれぞアクションみたいなねヒーロースイングでしたから、うん、いや良かったんじゃないかなと思います。はいはいはい、というところでね、まあ、2つのねこのターニングポイント見ていただきましたけれども、いや USG が勝ててよかったなと、3戦目までつながりましたしね、だしこう、はい、結構もう圧勝だったんでね、ところでこの注目の3戦目みんな見たいなと思ってると思うんですけど、うんうん、はい、まあこれビビロイヤルチャンネルでも3戦目もありますから、あぜひ一緒にもう見ていけたらなと、してください、ぜひチェックよろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、BC ステールですね、ウォッチパーティーの方です、 BC ステール公式チャンネルの方で行っておりますので、世界大会やってるときはぜひね、スパでやってるかなみたいな感じで見ていただけたらいいかなと思います。はい、遊びに来てください。はい、でねこの一緒にね喋っていただいた X の方もねよくいつも配信とかやってますので、こちらの方もチャンネルチェックよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。